患者を連れて行ってちょうだい。今日にても今日懐かしやホトトギス。楽にしてください。すぐにドクターが来ます。こっちだ。早く来い。来いよ。私が息子の体を使って奇跡の復活を果たしたとのことです。サブロー氏は以前に亡くなられていますが、亡くなる前に意識のコピーが作られていたことが明らかになりました。どうやら息子であり後継者であるヨリノバ・アラサカ氏の意識を上書きした模様です。この衝撃の事実は今日の会見で発表されました。ようこそ皆さん。祖父はよく枯れ落ちた花は枝に戻らないと言っていました。人は誰も物心ついた瞬間から死を恐れるものです。ついに人類最大の恐怖が克服されました。私サブロー・アラサカは今息子の体を使い皆さんの前に立っています。私はかつてヨリノブに生を与えました。彼は愛する父のためにそれを返してくれたのです。私のいない間ヨリノブは会社を変革しようといくつかの決定を下しましたが、これらは過ちでした。私の指揮のもとアラサカ社は元の姿を取り戻します。決して揺らぐことのない強いアラサカが帰ってくることを約束いたします。ご清聴ありがとうございました。今日という日は語り継がれるでしょう。人類の夢がついにテクノロジーによって現実のものとなったのです。サブロー様、誠におめで。準備をして検査を始めるわよ。もしかして今のがおはようの代わり？今日はやるべき検査がいくつもあるの。協力してちょうだい。盗聴用検査を開始。キロシのスキャナーを使って文字を読んでみて。キロシのスキャナーを使って文字。魂が己の性を選ぶ様は見ておくだけの価値のある光景であった。時に哀れであり、時に滑稽であり、時に素晴らしくも奇妙で。もういいわ。認知機能検査、パズルを解いて。
そのデバイスにリンクして。工事表現形成、検査開始。患者の準備完了。工事表現形成。記憶痕跡手術はパーソナリティ障害を発症させるリスクが高いの。重要な検査なのよ。これは何をする機械なの？瞳孔反射を測定するの。この検査は結局何を調べるの？デバイスの調整を開始。キーワードを言っていくから何も考えず思い浮かんだ最初の言葉を答えて。旅。命。いいえ。町。敵。死。信念。自分。裏切り。信念。あなたはトウモロコシ畑にいる。背の高い草場に囲まれて、目もくらむほど眩しい太陽の光を浴び、あなたはトウモロコシの茎をかき分け進んでいく。すると自動コンバインが通った後の開けた空間にたどり着く。これは何の検査なの？共感能力の測定よ。暑さであなたの口は乾き寝ばついている。足元にネズミの巣がある。生まれたばかりで目も開かない子ネズミたちが母親を取り囲んでいる。その体はコンバインによって二つに切り裂かれている。完全な左右対称に花輪の湯を横たわる子ネズミたち、よだれが出始める。私どこかおかしいの？ゆっくりと地面に影が落ちる。今年初めて見る雨雲。よし、こんなところかしら。検査終了よ。どうだったの？じきにわかる。運動機能の検査よ。ランニングマシンに乗って。運動機能検査、デバイスに接続して。これで何がわかるの？歩いて、徐々にスピードを上げるのよ。これが何になるの？もう歩けるのは分かってる。今日はやるべき検査がいくつもあるの。協力してちょうだい。これでいいの？呼吸をコントロールして3段階加速。起きろ。ここから出るんだ。N54 ニュース、ジュリアン・ジョーダンです。
サブロー・荒坂氏が息子・頼信荒坂氏の体を使い蘇ったというニュースに全世界が大きな衝撃を受けています。この復活劇に対し多くの宗教指導者、人権擁護団体、バーチュ100に名を連ねる企業の代表らが抗議文に署名を行いました。技術を手にした者が思い上がり神をも恐れぬ所業に及ぶとは何たる虚栄心。人類のモラルは完全に崩れ去った。何度でも言います、サブロー・アラサカによる権力の絶対的な掌握は国際法に明確に反しています。つまり国際仲裁が必要とされることは疑いようもないわけで、裕福な権力者が不老不死になれる世の中なんて、そんな世界を一体誰が望むんです。一方的な搾取が拡大するだけだ。これからは資産だけでなく体まで奪われ、不老不死破壊、身の程を知れ。不老不死破壊、身の程を知れ。しかしサブロー・アラサカ氏は抗議活動に対して一歩も引かない姿勢を見せており、緊張は高まるばかりです。アラサカ社内部の出来事に関して外部の方々にとやかく言われる筋合いはありません。生を受けることに許可が必要ない以上、蘇ることも同様であると考えるべきです。私が息子を殺めたなどという主張は事実無根、法的根拠もありません。合意の上での身体の譲与は一種の寄付に分類することができ、殺人には到底値しません。殺人の条件は生物学的な死です。見ての通り、この体。準備をして検査を始めるわよ。これまでの検査結果はまだ出ないの？ええ、まだよ。今日もいくつか検査を行うから。そう、それじゃあさっさと済ませましょう。認知機能検査よ。パズルを解いて。次の検査よ。パーソナルリンクをつないで。工事表現形成、検査開始、患者の準備完了。また？もうやったでしょ。正確なデータを取るためよ。どうしてこんなパズルが解けないの？それを特定しようとしてるの。さっさと始めて。デバイスを調整、キーワードを聞いて最初に思い浮かんだ言葉を答えて。できるだけ早く、考えずに、でしょ。病気、ジョニー。反逆、ジョニー。自分自身、空虚。現在、地獄。未来、わからない。あなたはトウモロコシ畑にいる。背の高い草場に囲まれて、目もくらむほど眩しい太陽の光を浴び、あなたはトウモロコシの茎をかき分け進んでいく。すると自動コンバインが通った後の開けた空間にたどり着く。暑さであなたの口は乾き、ネバついている。足元にネズミの巣がある。生まれたばかりで目も開かない子ネズミたちが母親を取り囲んでいる。その体はコンバインによって二つに切り裂かれている。完全な左右対称に鼻輪のよう横たわる子ネズミたち。よだれが出始める。ゆっくりと地面に影が落ちる。今年初めて見る雨雲。よし、こんなところね。次は運動機能検査よ。ランニングマシーンに乗って。運動機能検査、パーソナルリンクを。前回の出来じゃ不満だったわけ。
ゆっくり歩いて。自分の体よ。長く走れない。動作停止。うん。今日の検査は以上。通信の使用を許可するわ。連絡していいわよ、地球に。久しぶり。よう、元気でやってるのか、ビー。チップを摘出できた。荒坂の手で。ええ、今連中の起動ステーションにいる。なるほど。戻ってきたら俺んとこに来な。徹底的に検査した方がいい。ミスティは元気？お前さんが立った後、里帰りしたよ。しばらく戻らないだろうな。ガルシャワから絵はがきが届いた。白熊の写真のやつだ。戻ったらよろしく伝えといて。自分で伝えな。正直元気じゃない。とは言っても電話越しじゃ俺にできることも限られるぞ。話がしたかっただけよ。おいおい、俺がそういうの苦手だって知ってるだろう。ミスティも街を出ちまったしな。私はどうしたらいいの？落ち着いてやるべきことをやれ。お前さんならできるさ。そうね、あんたの言う通りかも、ビク。ありがとう。パナム。ビー、どうしたの？久しぶりじゃない。最近どうしてるの？今ミッチと打ち合わせ中でさ、さっさと切れってジェスチャーしてる。引っ込んでろって伝えといて。待ってて。すごい上品なジェスチャーをしてる。今とある場所にいるんだけど、もう耐えられそうにない。ならそこを出て帰ればいいじゃん。それが無理なのよ。そっちの事情は知らないけど、嫌なら嫌って言えばいいだけでしょ。ごめん、ミッチが怒ってて。またかけ直す。認知機能検査よ。パズルを解いて。最も緊張が高まったのは、亡き父の後を継いだ頼信荒坂氏が父親殺害の背景にはミリテク社がいたとして同社を糾弾した時でした。しかし事態は急転直下。三郎荒坂氏が代表の座に戻ったことで二大企業間の緊張も和らいだものと考えられます。継続は力なり。荒坂社の基本理念です。息子の頼信は
この言葉を忘れ、焦って変化を求めすぎました。私が敵味方両者に解き続けてきた教訓、完璧なものを変える必要はない、これが真理なのです。以上となります。サブロー・アラサカ氏とロザリンド・マイヤーズ新合衆国大統領は恒久的平和の実現に向けて会談を行うことで合意しました。二社間の協力体制の最初の一歩として、アラサカ社 CEO は今日赤足型武装車両15台をナイトシティから全面的に撤去。ねえ、この検査だけどまだやんなきゃいけないの？正確なデータを取るために。もう耐えられない。認知機能検査。パズルを解いて。キーワードを聞いて、何も考えず思い浮かんだ最初の言葉を答えて。忠実。ジョニー。キーワードを聞いて最初に思い浮かんだ言葉を答えて。できるだけ早く考えずにね。人類。ジョニー。ランニングマシンに乗って。できるだけ早く考えずに。 B。 やめて。認知機能検査。パズルを解いて。もういい加減にして。これ以上付き合ってられない。お前と話をしに来た。ひどい場所だ。気がおかしくなるのも無理はない。わざわざ迎えに来てくれたの？話をするよう頼まれた。話って誰に頼まれたの？花子。花子様はもうお前のことなどお忘れだ。ここのクリニックから連絡を受けた。なんて言われたの？誰かお前のことを知る者から伝えるべき内容だと。はっきり言おう、手術はうまくいかなかった。もって冬までの命だ。どうして、あらさかの最高の人材が手術をしたんでしょう？手術自体は成功したが、体がチップの影響を受けすぎていたんだ。世界屈指の神経外科医ですら手の施しようがないまでにな。嘘よ。荒坂の力があれば何だってできるはずでしょう。真実を受け入れて俺の話を聞け。お前には選択肢がある。じゃあ
あと数ヶ月で私は死ぬのね。はじめは体調も回復したように感じるだろう。だがやがて症状は本格化していく。最後の数週間はベッドの上だ。そんな。気を沈めろ。お前に残されたもう一つの選択肢について話したい。あんたに手を貸せば荒坂が助けてくれる約束じゃなかった。助けられると思ってたんだ。有力なツテがたくさんあるんでしょ。そいつらはどこ行ったの。俺も手ぶらで来たわけじゃない。別の選択肢の話をしよう。花子自身が私に約束したのに。わからんか。だからこそ花子様は俺をここへ使わせたんだ。ふざけないで。こっちは一度あんたたちを信じて裏切られてるのよ。魂の救済プログラムに参加するんだ。花子様もすでに同意されている。お前は記憶痕跡となって肉体を離れ、新しい体に意識を移す方法が見つかるまで巫女に保管される。保管？すぐ新しい体に移せないの？残念ながら現在の技術では不可能だ。じゃあサブロー荒坂はどうして蘇ったのよ。自分の子供の体を使ったからだ。体組織の適合度が格段に違う。チップの影響でお前の遺伝子の表現型は変異した。適合する体を見つけることは現時点では不可能だ。せっかくだけど荒坂のコレクションにされるのはごめんよ。あまり自分を買いかぶりすぎないことだ。荒坂社にとってお前にそんな価値など存在しない。これはお前の働きに報おうとする花子様のお心遣いだ。お前が勘ぐるような裏は何もない。お断りよ。そんな話に乗ったらそれこそ何をされるか分かったもんじゃない。契約書が安全を保証してくれる。サインすれば生きられるんだぞ。全ての権利を放棄するとあるが心配するな。法律が時代に追いついてないだけだ。記憶痕跡は法的に人とみなされない。私は企業の所有物になるってこと？ブレインダンス界のスターや政治家も大勢この契約を結んでる。プログラムは好評で何の苦情も出ていない。ねえ、断ったら？ここは刑務所じゃないんだ。荷物をまとめてナイトシティに帰ればいい。もし俺がお前の立場だったとしたらサインするが、選ぶのはお前だ。よく考えて決めろ。荒坂社は必ず約束を守る。